ハトの生まれ。ポッポー。あのモノマネ、やばいっすよ。はい、ということで改めまして、初めまして、この吉井と言います。よろしくお願いします。はい、ハッピージェム下げていただいたらありがとうございます。はい、今日は大阪から来させていただいて、広島に初めてこの吉で来させていただいたんですけど、僕たちは関西を拠点に、活動しています。この吉って言うんですけど、初めて広島に路上ライブをしに来て、急遽ここのイベントに出させていただき、ここで歌わせていただきます。2曲になるんですけど、精一杯歌わせていただきたいなと思いますので、最後までぜひ聴いていてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず1曲目は自分たちがファーストシングルの初めの一歩という曲のカップリング曲の全部君のせいというラブソングを、ここで歌わせていただきます。その後に初めの一歩も歌わせていただきますので、ぜひ2曲とも聴いててくれるとすごく嬉しいです。何気ない日常に彩りをくれたのはそう全部君だった。寝ぼけたまんま受ける授業、いつも後から見せてくれるノート、気づけば二人の時間が心地よくて、ずっとこのままがいいなってそっと寝たふりするダメな僕なんだ。出会いは友達の友達で、たまたま同じクラスになって、別に私のタイプじゃなかった、僕もぶっちゃけそう感じてた。過ごす日々が思い出になり、二人の髪を縮めた、繋いだ手をぎゅっと握って、なさないかな、全部君のせいだ。四六時中慣れない、いつも思い出すたびに、声が顔が涙が恥ずかしいくらい、好きなのにまた好きになる、同じ世界線の上、笑ったり泣いたり怒ったりする、君のおかげで。さあ堂々と胸を張っていこう、誰もが人生の主人公、足を止めるのも走り出すのも自分次第だろう、夢に向かって一歩一歩、誰もが人生の主人公、焦らなくて少しずつで手を上げて行こう、今この一歩一歩も君と ありがとうございました。以上、このピッチでした。どうぞ、ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。
こはやばい。ここはやばい。確かに。やるとかじゃない。練習練習。あと、健康とかじゃないけど、優しくはしゃべる。犬とか、犬とか。ああ、リズムもそれも。メロディー。メロディー、いや、メロディーには普通に喋るけど、なんか、な、誰かこう、ペットをこう散歩とか、路上ライブさ、連れてきてくれてる子とか、いたら喋るけどな。これがいいねとしたら。次の機会、次の機会。ね、忘れちゃう。え、何曲です？別に何曲でも。夢に向かってあと一歩、誰もが人生の主人公、足を止めずに走り出して、初めて僕たち福山に来たんですけど、あの先輩たちがよくやってる景色やみたいな、思ってここで歌わせていただいてます。ラスト2曲も、全力で歌いたいなと思ってますので、ぜひぜひ、最後まで受け取ってくれると嬉しいなと思います。今日は広島行ってから福山行きましたよ、皆さん。
ていただけましたでしょうか。今日はね、密着ということで、はにゃん喋りたくない密着ということで広島に来たよ、イエーイまあ、初めて路地ライブをしてたんですよ。たくさん人集まりすぎて中止みたいになるぐらいたくさんの方に来ていただいて、ということで今日も一日密着してくれてありがとうございました。ありがとうございました。この記事でした。好きってなんだろう。